やしましたか。僕に何があったんですか。自分の名前も自分の顔になって見覚えがないんです。教えてください。僕はやっぱり気が狂ってるんですか。お兄様、不審歓迎幻覚。おい、起きろ。殺人容疑で逮捕する。何か思い出したかね。あんまり頭を抱えて自分の脳髄のトリックに引っかからんようにせんとな。ではこの脳髄の正体は何か。脳髄のために人間が存在しているのか、人間のために脳髄が設けられているのか。脳髄そのものが脳髄そのものを追っかけますってやった。